霜降り明星の粗品31が元 SMAP の木村拓哉51に挨拶を無視されたと再び暴露した遡ること3月自身の YouTube チャンネルでまあ僕はねキム・タクは一回フジテレビで挨拶無視されてるんでと明かしていた粗品5月6日にアップした SNS で話題になったニュースを取り上げる動画で 木村の身長は高章176センチメートルだが、ドラマ、リリーブ君にかける橋、のインスタグラムアカウントが公開している共演者と並んだ写真を見ると疑わしい、という趣旨の記事を紹介すると、今日の本題来ました。と切り出した、粗品は、遠近法や、バカたれ、あのキムタクやで、何やったら低めに申告しとるわい、ほんまは177やあの人、と言い、 どうでもええねん、これは。だから彼の身長について詮索するのはもう止めましょう。別にどうでもいいですからね、お願いしますね、と述べると、こう続けた。ただ、俺が一回フジテレビで挨拶無視された時に、この距離で、至近距離で、キム・タクとまぐわったけど、その時の俺の首の角度が、相方の、星夜とまぐわってる時より、下やったな。はい。 これ、新証言出ましたね。さらに、僕ね、キムタクに一回挨拶無視されてまして、と言うと、こう語った。3月の動画の感想で、お前の挨拶が声小さくて聞こえんかった。気づかれてないだけで、無視されたみたいになってるんちゃうんか、って言われたんですけど、ちゃんとね、廊下ですれ違う時に僕が立ち止まって、おはようございます、って言ったら、バッと見られて、 僕の頭からつま先まで一回往復してみられて、ふうってそのまま行かれたっていうね。ただまあ共演者じゃなかったんで、別に挨拶戦でも、されなくてもいいんですよ。とにかく、挨拶無視されたかな、っていう感じですね。そして、言うたら、もう漫才みたいな距離ですわ、と挨拶無視の状況を回想した粗品は、もう毎週劇場だって、聖夜と漫才してます。 聖夜の方を見て喋ります。聖夜と目を合わせます。その時の首の角度、自分で覚えてます。ね、と話すと、聖夜の身長が163センチメートルなんで、マータ分キムタク161とか、150代なんかが、下手したらと推測した。果たして、挨拶虫と身長の真実は、